島津久宏は、江戸時代末期の薩摩藩士。都の城市領主である、都の城島津家二十六代当主。安政六年、二十五代当主、島津久市生の着難に生まれる。文久二年、島津久光の命により金利警護のため、上落中だった父、久市生が、伏見にて病死したため、四歳で家督を相続する。すでに隠居していた祖父の久元が、 貢献役となった。島津総家からは従来通り、鹿児島藩の東京の藩兵及び、東目海岸防御総統取りを命じられるが、久弘は年少であり久本は高齢であるので、久本の産卵北郷司教を人代として総括させた。文久三年、撮影戦争に際し、陸戦に備え人代の司教以下家臣6 0余名を、鹿児島へ派遣する。また、 不足の事態に備え、都の城領の飛び地である、渋島沿岸の菱田にも、家臣を駐屯させた。慶応元年、島津宗家の命により、三条耳未未ら五教を警護するため太宰府に、家臣14名を派遣し、13ヶ月間後への任に当たる。同2年、家臣数名を長崎へ派遣し、内部官にて英国式平日を学ばせるとともに、 用紙基準数百兆を購入する。彼らの帰国後、都の城に、連兵城及び射的城を開設し、兵士の鍛錬を行う。小二21小隊及び、大砲一隊を編成し、有事に備える。これより先に、都の城領内では、家臣が保守派と政中派に分裂しており、幕府の取り締まりを危惧した保守派の家老、北郷助オは、 聖中派の死死15名を禁止、遠投などの厳しい処分に処したが、聖中派が、島津総家に、処分の不当性を訴え、藩家老、桂久武の戦議の結果、処分は取り消される。母親戦争には、薩摩藩の一員として、都の城一番隊123名及び、都の城二番隊59名を出兵させる。都の城一番隊は、賭場、伏見の戦い、 江戸城を明け渡し、日本松城攻め、若松城攻めに従軍し、明治元年に、都の城に外戦する。都の城二番隊は、仙台、石巻に進撃し、明治二年に、都の城に外戦する。また、砂漠派であった延岡藩に備えるため、東細島にも、家臣を派遣する。この母神戦争の功績により、都の城島津家は後に断尺を授けられた。 なお、伏見にて六名の都の城一番隊隊員が、夜間石膏中に新選組と遭遇し、発砲されたが戦わなかったのは卑怯未練であるとの、そしりを受け、その後、前線から後方へ配置外となった。配置外は、通常の作戦行動の一環であり、この件とは無関係であった。しかし責任を痛感した六名は、切腹を望んだが許可されず、 中屯地である当時にて自陣して果てるという悲劇が起こっている。ちなみに六死の一人内藤を進む左衛門のは陸軍元水上原雄作の実弟である。明治2年、半石砲艦に習い資料を返上し、鹿児島へ移住する。この時の国高は39,600余石、領民は2843人。代わりに、都の城児島として、 鹿児島から三島道常が赴任するが、丘陵士をしたう都の城の家臣や領民は、地藩寺の礼に順じ、久広を地頭に任命するよう強く要望する。一辺の書を剣じて、久広を地頭に任命するよう要請した、都の城の学者、高野安常は、三島の怒りを買い、史跡を剥奪されている。一方で、地頭役宅の大きな門表札を何者かが溝に、 投げ捨てるという事件も発生している。排斥された三島は、一旦鹿児島へ引き上げ、都の城地域の調査研究を行い、地域を上昇内郷、下層内郷を、梶山郷に分割し、領民を分断して支配する三里分割と、領民の農耕地の割り振りを総会する大囲碁支配の二大方針により囲碁の統治を行った。明治10年、西南戦争が勃発する。 宮古の城地域からは1550名が西郷軍に参加する。久弘は中立を保つため、島津総家の久光や忠吉らと共に桜島へ避難した。旧家臣105名も久弘を警護するためこれに従っている。明治12年、旧家臣らの要請に応じ、鹿児島から宮古の城へ復帰する。従来の領主館は小学校用地に提供していたため、 林やす義崎に新たに屋敷を構える。明治17年、都の城にて26歳で病死した。竜峰寺に葬られた。死死なく、遺言により、重帝の公家が家督を相続した。明治40年、14位を追贈された。田尻左辺、増意書兼伝造保番上特使増意年表、P23。ありがとうございます。